斉藤さんがどんな生い立ちというか、なぜこうなったのかってちょっと聞いてみたいんですけど、あ昔からなんかそういうアート好きだったのか、どんな感じで入ってきたものなんですか？結構僕これなんか、あれなんですけど、もともとは、割と、なんか、数学とかが好きだったんですよ。そうそうそう。で、数学とかが好きだったんですけど、その数学とかをやろうと思った時に、まあその、95年ぐらいに、まあなんか、フェルマの最終定理っていう、もともとなんかすごい有名な、なんかこう未解決問題があって、で、その未解決問題が解決されたっていう、まあ、ニュースがあって、で、それの1年後ぐらいかな。になんかそのサイモン・シンっていう人がなんかそのフェルマンの最終定理という本を出して、その人ジャーナリストなんですけど、でその本とか読んだ時に、ああなるほどこうやって解決されたんだなみたいなのがあって、でそれの次になんか4色問題っていうのが解決問題があって、それでこうなんか地図を4色に塗り分けるっていう問題があって、そう重ならないみたいな話ですよ。だからそうですだから色が重なっちゃうと地図って塗り分けられないじゃないですか、はい、だから両隣が同じ色だと塗り分けられないんだけど、はい、4色あればどれでも塗り分けられるっていう問題があって、でこれ の, 証明が、90年代後半に行われたんですけど、その時の解決方法っていうのがその1200通りぐらいに分解して、それをコンピューターでなんかこう計算するというか、まあ、やってみ実際にやってみて成功するかしないかっていう問題になったんですね。でその解法は結構数学界でも賛否両論あって、もともとそのなんかこうやっぱり論文として綺麗に記述できるっていうところにやっぱりこうこだわる人もいるんですけど、そうでも当然同じ処理をつまりなんか図上でやるかパソコン上でやるかの問題だから、別にそれ紙の数増えるだけだし、じゃあパソコンでやったっていいじゃんみたいな、まあそういうなんかいろいろ議論があるんですよ。でまあなんかそういうのを見た時に、でもなんか割と自分はなんか記述できるっていうことがすごいいいなって多分もともと思ってたんですよね。なるほど、うん、だからその記述できるっていうことからまあちょっと離れていくんだなと思った時に、あんまりこうじゃあもうちょっともっと記述っぽいことしたいなと思って、でもっと記述っぽいことって考えて、でなおかつそのなんかまあロジカルなこととかっていうことを考えると、やっぱりこう哲学とか文学とかあとまあ社会学とかそういうものになっていくなと思って、そこからこうなんか数学の方じゃなくってもうちょっとそっちのことで、でしかもなおかつそれもなんかロジックだけじゃないものっていうのを何か考えられないかなと思って、そういうことをまあ考え始めたんですね。でそれを考えてたんだけど、まあそれも結構今度言語の壁があるなと思って、つまりなんか結構その哲学とかもそうなんですけど、国ごとにやっぱりすごい特徴があるんですよ。なんか日本の哲学もそうだし、フランスの哲学もそうだし、アメリカの哲学もそうだし、ドイツの哲学もそうだし、まあなんかそのもちろん文学も当然国ごとによって特徴がある。そうで、その特徴があるっていうこと自体がそのなんかその読まないとまあわからないんですよね、もちろん言葉だから。でそれって言葉が読めないとそもそも読めないじゃないですか。であと翻訳の問題とかっていうのがあるっていう時に、もっとこの特徴を分かりやすく見た目で表したいと思うんですよ。でそうすると美術だなって思って、つまりだから目に見える形で、あ日本ってこういう国だよねっていうのが分かるものを作れればいいんだなって思ったんですよ。で僕はなんかそのシェアハウスって日本ですごく2010年代に流行ったと思うんですけど、同じ時期に例えばニューヨークとか、あるいはまあもともとベルリンとか多かったりとか、そういう意味では世界的に若者がそのなんかある種のシェアエコノミーみたいな中でその物件をシェアするってこと自体は起きてると思って、ただその中ですごく日本っぽい物件が1個あったら多分それは面白いと思うんです。でだから僕はシノハウスはすごく日本っぽいシェアの形の1個だと思ってるんですよ。そうだからそのなんかさっきコレクターの人はこれどうやって楽しむんですかっていうのがあったと思うんですけど、僕はなんかシノハウス自体はまあなんか日本社会みたいなもののある種縮図みたいなものもすごくよく観察すると読めるような装置になってると思って。そうだからそのなんか中で若者たちが行っているコミュニケーションとか、それを取り巻く情報環境とか、あるいはなんかウィキペディアを最近すごい更新してくれる人がいるんですけど、そういうなんかこう観客の存在とか、その観客がどういう視点から何を見てるかとか、そういうこと全体を含めると、あ
これすごい日本っぽいねって思う作品になってると思ってるんですね。そうだからなんか例えばこの同じ技法ってニューヨークとか海外の物件に対しても使えると思うんですよ、同じ演劇方法自体も、はい、ただシェアハウスを作品として作ってオーナーチェンジという方法で売買されるっていうこと自体が全体を通してものすごく日本っぽいと思います。なるほど。そうだからこの日本っぽさっていうのを表現しているっていう話が僕はすごい重要だと思ってて、それの元はやっぱりその何か表現したいで、もともとは数学とかが一番抽象度が高くていいと思ってたんだけど、それがどんどん記述から離れていったから今度記述のことを考えるようになって、でも記述されているがゆえに言葉の問題がある、じゃあそこから言葉を引き算するとっていう話で、じゃあ美術作品だってなったんだ、この流れですね。なんかいくつか聞いたことは聞いたことあるんですけど、はい、まだまだですよね、数学とかロジックな世界からアートに行ったのって、はい、なんか結構コンピューターの存在大きいんじゃないかなと思って、ああはい、やっぱこう人間にしかできないことみたいなところになんか敏感に されたんじゃないかなって気がしたんですけど、そんなことないですか。でもどっちかっていうとコンピューターというよりはバーチャル空間とかだと思います。なんかその今なんか VR とか AR とかってあるじゃないですか。で、あれも基本的な技術って多分90年代にできてるんですよ。そう、だから90年代に AR とか VR とかが、まあ、その出てきた時に、そのみんな、なるほどこれってこういうことができるんだみたいなのが、それこそ SF 的なのちょっと込みで、多分みんなある程度こういうことができるというのは見えたと思うんですよ。だからそれこそ今も多分カメラを使ってその情報を処理して、こういうなんかなんていうかな、見え方をするものを作ろうっていう意味では多分変わってないんですよ、その多分90年代と今でやっていること自体は。でそれがなんか焦点距離とかと近づいてるとか多分いろんなことはあると思うんですけど、まあなんかそういう意味では多分機動隊っていうもうアニメができちゃったんですね。あ、そうできちゃってるじゃん。これ想像できちゃってる、ね、そうで、だからそれをものすごくより徹底的にやってやろうっていう人たちは多分いると思ってて、はい、攻撃機動隊をより徹底的にやってやろうっていう人たちはいると思ってて、それはすごい僕いいなって思うんですよ、はい、そういいなって思うんだけど、自分はやっぱりなんか実はあんまりそれを求めてないというか、なんかもっとそのなんかもともと多分人と人がコミュニケーションするのが好きだから、そう、それをなんかバーチャルなものに置き換えるっていうことに対してそこまで多分あんまりモチベーションがないんですよ。でむしろ人と人とのコミュニケーションの方がバーチャルなものよりも多分贅沢じゃないですか、うん、でそういう意味では贅沢なものの方が好きだなと思って、すごい素朴な気持ちがあって、いやすごいな、それだっていつですか、それそういうふうに思ったというか、まあそのはっきりそう思ったか分かんないですけども、そういうふうに路線変更したのっていつぐらいの時ですか。それはでも中学生ぐらいの時に、そう、でもそれは多分なんかもともとうち母親が伝統芸能とかをやってたので、そうだからそういう伝統芸能のこととか、まあ、しかし伝統芸能は伝統芸能で、うん、単なるこうなんかその形骸化をしてしまってるので、それはそれでどうかなと思ってるんだけど、ただそのなんかある種そこに残っているなんかこうそれを残したいと思ってしまう部分に関しては多分人間は絶対残り続けるだろうなと思ったんですよ。だから失うことを失う方が多分怖いと思うんですよ、うん、人間って。だから単に失うこととか単に得ることってそんなに多分怖くないと思うんですよ。自分の能力が上がったとか自分の能力が失ったっていうことに関しては多分そんなに怖くないんだけど、多分その二重に失うってことの方が多分人間って怖いはずで、でそれで言うとなんかバーチャルなものになるってことは単に肉体を失うってことなんだけど、単に肉体を失うことよりもさらに怖いのって多分単に肉体を失うっていうことさえも失われている状態の方が多分怖いみたいなのがあると思ってて、どういうことですか、その今の自分の状態が贅沢であるかどうかっていう基準をもうなくなると、別にじゃあなくてもいいよねっていう話になり、このなくてもいいよねっていうことで何が本当は失われてるかっていうと、そのなんかそのもう本来あったその贅沢か贅沢じゃないかみたいな基準が失われると思うんですよ。そうだから相対化がさらに失われるっていうことで、このなんか二重に失われるっていうことの方に多分その一個のまあ魅力があるなと思ってて、こうアート作品ってまあ基本的には超絶技術があったりとかなんかすごい奇妙なものとかを集めていこうっていう作業だと思うんですよ。だから人類の歴史があって、その歴史の中で
面白いなと思ったものが残されていくっていう、単にそれだけの話だっていうのはそうだと思うんですけど、そのじゃあどうしてこんなに多様性とかを考えなきゃいけない、つまりなんかいろんな国とかいろんな地域とかにあのなんか点在しているものをわざわざ集めなきゃいけないのかみたいな、つまりなんか20世紀の代表的な人アメリカ人とかでいいじゃんみたいな、なんかそういうこととかあると思うんですよ。でもそれだと多分そのなんていうか、なぜこれが標準とされたかっていう基準が失われると思うんですよね。つまりなんか最も典型的なやつっていうのがあの存在できるのは典型的じゃないやつがいっぱいいるからじゃないですか、はいはい、そうだからそのなんか状態がまあなんか維持されることが大事だっていうのが多分そのなんかある種文化とか、まあ、芸術とかっていうものってそういうものだと思うんですけど、そう、それをだから一番最初になんか思ったのはそのだからある種の贅沢さが失われるとその、贅沢でないものと贅沢なものっていう分類が失われる、でこのだから失うことさえ失われるっていう状態が多分一番そのなんていうかな、自分のアイデンティティにも関わると思うんですよ、個人のアイデンティティには。そうだから個人もあのそう全員がみんな同じ人になったら多分うまくいかないことがあると思うんですよ。すごいエヴァっぽい話になっちゃうから、はい、そうだからそれが失われないようにするためにはどうすればいいかってことを考えると、やっぱり自分がある種の特殊性とか、まあ自分が変わっているっていうふうに思う必要はなくて、単に自分のそのなんかあの違いだけを常にこう受け入れ認識して、そう認識して、はいはいはい、それをまあなんかその表明し続けるっていうことだけがまああればいいと思うし、それのためには一個それを表明するような装置を作って置いておくのが早い。で多分それそういうふうなことをやってるのが基本的にはアーティストっていう職能の人だっていうふうに理解してます。マトリックスの世界かもしれないですね。ああ、そうかもしれないですね。ネオはあの現実世界に行ったじゃないですか。はいはい。それは両方したわけじゃないですか。うんうん。でも現実仮想世界の人たちは失ってることを失ってるわけです。そうですね。失っていることを失っているっていう。人間はパソコンを失うことを失うということは、やっぱり人間はまあおそらく怖がるというかできないだろうから、できないだろう。100% ワーチャルっていうのはいかないんじゃないかというか、そうですね。だから失うことを失うっていうことを避けるための方法をいっぱい知っておきたい。なるほど。だからもちろん失うことを失うことを肯定してそれを徹底するっていう路線もあると思うんですよ。それがだからある種の技術者の人たちって結構そういうことを考えると思うんですよね、はいはいはい、科学者の人たちとかって、はいうん、つまりみんなが平等でみんながいい技術を見つけてその技術がすごく有用であればあの全てが失われたとしても大丈夫な状態になるっていう、まあ、ある種そういうことを目指すっていうのが一つの方法としてあると思うんですけど、僕は完全にそれと真逆にいきたいと思ったんですよ。そうだから失うことを失うっていう状態を避けるための方法をいっぱい知っておくとか、はいはい、そう提示しておくっていう、それがシグハウス、そうですね、それの一つがシグハウスっていうことです。